こんにちは。こんにちは。中村メガネズです。さあ今回も J1 全クラブ今シーズンどうなるんですか。まあ今回のチーム清水エスパスなんですが、はい、まあ平岡監督にもお話を伺い。 それを踏まえたうえで踏まえたでまでだからそっちの動画もぜひ多分リンクが貼られておると思うので見ていただければいいかなとこっちを見ていただいた後にこちらを見ていただいて逆でも大丈夫逆でも大丈夫楽しみでしかないこの間ね監督と話をした時にこんな話をしましたし選手もなんでしょうね ユースに対の選手に対する期待劇みたいなのを感じましたし、あとはまあ補強を含めて、うん、なんか平岡サッカー、どういうふうになっていくのかとで、はい、A 代表から帰ってきた2人がちょっと意識が変わって、化けてるみたいな話もしてましたからね。では、メンバーを見つつ、話をしていいいきたいと思います、まあ、ちょっとね、前が多いかない。前が熱いですねだいぶ、はい ついですけど結構補強も頻繁にやりましたし帰ってきたやつがね楽しかたですよね,ね高橋しかりあのボランチにいるのは廊下しかりと白崎もか高橋選手はようやくですよね、うん、北九州でねずっと素晴らしいパフォーマンス見せて、うん、去年もしかしたら戻るかなと思ったぐらいのあれでしたけど、うん、まあ北九州がねちょっと今回 J3 になってしまったっていうのもあったかもしれないですけどね、うん、もうすぐレギュラーでいけそうですかもちろん。いやもう力はもう全然 いけるはずですよ左利きでね、他になかなかいないタイプでもあると思うんで、あと鳴岡選手は去年、レンタルで相模原に行ってからもスタメンに定着して、はい、もう才能を追いつてましたよ、もう素晴らしいパスを連発して。そうすると、このボランチのところは竹内もいる、まあ、ナウド、あとヘナドが去年はちょっと怪我が勝ちで、そうでね、なかなかね、うん、うまくいかない部分があって、でも松岡いるし、ね、結構ここも。 楽しみだな、うん、あと戻ってきたといえばやっぱ白崎選手ですもね。白崎にはどんなことを期待しますか、大井さん。いや、白崎選手は去年だから、突入ってインサイドハーフとかね、やったりとか、まあ、サイドだけじゃなくてっていう、だひょっとしたらボランチとか分かんないですけどね、うん、あの平岡さんがどう見るかだと思うんですけど、うん、ボランチも、まあ、トライしようと思えばできるでしょうし、うん、もし4三3 3みたいなオプションとして、もし選択肢あるんであれば、うん インサダーっていうこともあるかもしれないですよね、そこはね。あの、補尾さん大好きな鈴木優斗選手は。はい。システムに。こう、いろんな形で対応できる選手だと思うんですけど。はい。どこ。期待しますか。多分、四二三一っていうか、ちょっとトップ気味の。トップ下っぽい回転、一点五レードが二列目みたいな形。どこが一番いいか。 いいと思うんですけどね。うん、ただあの将来的に例えば今の、ね、日本代表って今4三3 3でやってるんじゃないですか結構海外とかも4三3 3のチーム増えてて、うん、トップ下でずっと固定されちゃう選手ってなかなかこの先こう海外とか行った時にポジションがなくなっちゃうみたいなことがあるので、うんあ,のまあくまでその選手個人の目線で考えればあのインサイドハーフみたいなことができるような。うん 幅の広さが出るとすごく実際そういう幅持ってる選手し、あと代表チームでは実際433のインサイドハーフやってるので、そういう意味では433採用なら彼インサイドハーフでっていうのは全然あると思います。ありだよね。それこそデブライネですよ、まちょっとだけデブライネが。かなりデブライネかなりデブラはい。 いや <laughs> だって平岡さんがね、うん、あそれは動画見ていただければ分かると思うんですけど、ね、はい、すごく変わったってね、ねてね A 代表の国内組合宿があって、ってね、そこに呼ばれて、まあ、鈴木と松岡、呼ばれた2人がちょっと違う感じになって帰って,なってきたっていうね、っねめっちゃ楽しみですよ、そこは。あとセンターバックのところは、どうですか鈴木工程、まあ、が去年はちょっと怪我があって。 ね、なかなか試合数が伸びなかった、ね、まあ最初、ね、本当にエスパラスが苦しんだ要因の一つだったかもしれないですし、うん、まあ,あと、右で岸本を取って、はい、腹をどうやら動かすのではないかという。はい、そうっすね、うん、はい これも平岡さんの動画で、<laughs> ちらっと、ちらっと言われてました。<laughs> 全部平岡さんの動画と一緒じゃないですか。<laughs> <laughs> おさらいしてるみたいな。まあまあまあ、腹を中に入れる選択肢が、この手元の獲得によって生まれたねというところだと思いますねああ。<laughs> ちょっとだから原、鈴木のこのね、ツーセンターになった、それはそれとちょっとすごく面白いですよね。原選手、スピード感あるんでね。そうなんですかねトス。トス時代、結構あのトスでセンターバックに毛ガニが出た時とかに、うん、センターでやって。 あのプレー、普通にしてましたし、全然力ある選手で、まあ、サイドバックと、ね、センターバック両方やれる選手多いじゃないですか。腹は、ねうんまあ、ディフェンスライン、右から左まで全部できますから、うん、そうだね、まあ、ボランチもできるしねでいや、すごくユーティリティなんで、お楽しみですよね。うん、まあ左も、まあ、カルリニョスいって、まあ、コロリがいて、だから神谷がそうまあ左サイドを。 は全然あるんじゃないですか俺、神谷選手、すごい期待ですけどね、左でね。かはでもね、ね、まあ、怪我とかで試合出ないというのも,もちろんあったでしょうけど、うん、試合出たはもはやっぱり素晴らしいパフォーマンス見せましたよね、神、ね、谷選手は。うん、強度も高いし、技術もあって、あと走れるしなそうなんですよね、守備もすごく守備の強度も高いし、うん、で仕掛けも積極的じゃないですか。<ー>相手の守備者は本当にやるんじゃないかと思うんですよね。<laughs> グイグイ行くんで、うん、あとこう集団としてこうなんか戦うメンタリティーじゃないけどなんかそういうのが平岡イズムじゃないけどなんか、ね、植え付けられてそうな気もするけどね,そう,ねそうですよねポゼッションとかトランジションの前にまずパッションだって分 <laughs> <laughs> う,う,うんんとかションだったらもうパッションだろうまずはっていうね <laughs> そこでも重要ですよねまずそこがまずあってからの<要>トランジションでありポゼッションだって話ですよね、うんうん だからそういうことをね、育成から来た選手は、やっぱタフさが足りないんだみたいなのことも言ってたし、うん、まあそういうのを身につけてきて、まあかから入ってきてる選手たちのこう刺激も受けつつ、うん、そうですね、まあ。あと、タフといえば、加藤あのー、まあ空飛ぶマッチョの異名を持つ、早稲田の、ね、センターフォワードですけど、彼はちょっとね、怪我ががいろいろあって大変だったみたいですけど、まあでも、 持ってるものは相当なものがあるのでそらともマッチョそらとマッチョそらとマッチョ覚えていましょうそらとマッチョ、はい、で、僕あとディ,ディサロ選手もちょっと期待したいですけどね今年ね、うん、いやーそうなんだよな、ね、だからこう高橋ディサロはこれ北九州でね、はい、確かに見事なコンビネーション2人でね,でね気づさんでね、はい、この二人はセットで使ったらすごくね、うん、破壊力あると思うんですけどね、うん まあ、あとは、この選手層だとなかなか割って入りづらいとは思いますけどユースから上がってきた千葉カンタも相当な素材は持っていて、まあ、ストライカーらしいストライカー本当に決めきる力があるので、まあ、1年、う、で、ん、も別にワンポイントならいけるんじゃないかなっていう、ねうん、いやでもね5人交代だから全然ねチャンスは当然あると思うんで監督1年目とはいえ、まあ、暫定で 2年連続でまあ数試合戦って、うん、でまあ、コーチもこう近かったコーチを呼んで、篠田コーチプラス加藤コーチっていうのを呼んで、まあ環境的には監督の環境としてはまあ揃えられたのかなというふうにも思うし、うん、その辺もでもあれですもんね、平子さん、はなはないろいろ話してくれてましたよね、コーチの方々との関係がさすごくいい話だね。 ぜひインタビュー動画も見てほしいですねっていう話に戻ってくるないや、平岡さんが言ったことそのまま話してるだけだよん俺たちみたいなことになってるかもしれないですけどねだ僕たちの見ていただいてあ言ってみるかっていう人が増えてそしてまあ平岡監督が話してたことを見てもう一回こっちで整理して頭にね図があるいますのでこちらで整理しながら見ていただければなというふうに思いますのでありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました